鹿島アントラーズは15日、ベルギー一部ルーベンから MF ミサオ・ケント、28を完全遺跡で獲得したことを発表した。セバン号は6。サンサオは6年から22年まで鹿島に在籍し、首相も務めていた。23年からポルトガル一部サンタクララに遺跡し欧州挑戦。チームは2部に降格し、 今季はルーベンでプレーし12試合1得点だった。鹿島は MF 佐野海州がドイツ一部マインツに移籍。ボランチとセンターバックでプレーできるサンサオの獲得に動き、1年半ぶりに復帰が決まった。サンサオはクラブを通じ、再び鹿島アントラーズでプレーできることに感謝をしています。このクラブで優勝をしたい。 自分にとって最善だと思い、決断しました。自分の持っている力を最大限発揮して、アントラーズのために戦います。ここからが勝負です。最後にアントラーズファミリーみんなで笑えるよう、共に戦いましょう。とのコメントを発表した。